では、6月の運勢をラナ・ジョージ・ルノルマンカードの、グランタブローで見ていきます。5月にすごく中盤にものすごく運命的な、カードが出てまして、まあ、中盤に限らずに5月中に占ったことはすべて予言的なことにどんどんなっていきまして、例えば5月14日の一番のカードの日には、実際に久々に大阪の鶴浜に行くことができました。何年ぶり、2年ぶりかな、コロナでずっと行けなかったので、すっかり様変わりしていたんですが、一足はすごくもうコロナ前と変わらない混雑具合で、内容物、販売物の刷新がすごく時の流れを感じさせましたね。例えばプラントベースとかどこ行ったか、よくご存知の方はお分かりかと思いますが、食べ物に関しても、SDGs じゃないんですけど、言えてないですけど、持続可能な、地域貢献型社会により一歩近づけたような進み具合、さすが多国籍企業はすることが革新的で推進力があると感じた2年間でした。なんか来年食糧難来るっていうお話もありますけどね、コロナが収束に向かっているのに食糧難って一体どういうことですかね。まあ肉食は遅かれ早かれ何か解決の兆しを見せないことには、地球船宇宙号の乗組員全員に間に合わない、お食事が間に合わないことになるかもしれないので、まあ、食事面というより経済面しっかり立て直していきたいですね。はい。で、6月1日から見ていきたいんですが、私5月に、1日多く出してしまいまして、どうしようかなと考えましたが、これは6月のルノルマンカードの運勢占いということで1日から出していきます。1日は水曜日からのスタートになります。はい、何のカード、あ、本のカード出ました。あと今月からしっかり正逆も見ていきたいと思います。本のカードが逆さまなので、6月1日の水曜日は予定がうまく、スケジュール通りこなせなかったり、人になかなか言いたいことを言い出せない日になるかもしれません。はい、それがいいか悪いかは前後のカードの並びで見ていきます。6月2日の木曜日は当のカード出ましたので、あなたが言い出せずにいた事柄はあなたの中で蓄積されるというふうに出ていますね。それはまあいい意味か悪い意味かと言いますと、当のカードはニュートラルカードになりますので、この2枚だけでは良くも悪くも取らずに、周りのカードの関連性で見ていきますね。はい、木曜日、6月2日の木曜日だけで見ると、
お仕事に力が入りそう。もしくは、公共の場であなたの実力が認められるようなことが起こりそうです。6月2日の木曜日。はい、6月3日の金曜日にあなたの象徴カードが出ました。何かお仕事関係のことに意識が集中されているようですね。たくさんの課題かもしれないし、学校に行かれてる方でしたら学校の課題に追われていて、それで頭がいっぱい。学生の方でしたら中間テスト、もう6月と言いますとね、中間テストの季節に入っていきますから、まあ私の思い出としては6月の中間テストの時期といえば、テニスファンにとっては6月というのはウィンブルドンだったり全仏オープンだったり、夜中のテニス観戦に寝不足が続く楽しい時期でもあります。6月、世間では梅雨とかネガティブに捉えられがちなんですが、テニスファンにとってはとても特別な月だったりします。はい、で、太陽のカードが土曜日出ましたね。まあ、逆向いても太陽は太陽ですので、6月4日時の日に太陽が出ました。大事に使っていただきたい日ですね。何でもご自分の趣味に当てられたり、お友達と会われたり、何をするにしても最適な最高の成果を得られる日となります。6月4日の土曜日、ラッキーデーです。おめでとうございます。はい、で6月5日の日曜日にお香のカード出ましたので、前の日に取り組まれたことはそのまましっかりと現実化させていくと成功につながるという並びになります。あまり目標を持たずにやると曖昧になってしまいがちですので、ご自分の中でこの日は何をするかはっきりと決めた上で行動されるとなお良いでしょう。はい、では6月6日の第2週月曜日の入りは手紙のカードが出ましたね。日曜日、土日の週末に取り組まれたことは言語化して記録を残しておくのもいいですし、資格関連のことでしたら積極的に講座や試験など受けられるといい成果を得られそうです。単純にお仕事、学校などで宿題や課題に追われたり、単純に中間テストを表しているカードかもしれません。それは人それぞれによりますね。で、6月7日の火曜日にスピリットのカードが出ました。あなたの頑張りをあなたのガイドやハイヤーセルフ、まあ自分自身なんですけどね、ガイドもハイヤーセルフも自分の、違う次元にいる自分が見守っていて、あなたに力を貸そうとしておられます。結構進路に影響する大変な試験だったりするのかもしれないですね。6月6日の月曜日のお手紙のカードはあなたの今後を決める大事なことがあるかもしれません。昇級試験とか入社試験、ペーパーテスト類ですね。資格関連。はい、6月8日の水曜日ですが、
怒りのカードが出ましたので、やはりあなたの努力というのはご自分の礎、基礎の部分を着実に積み上げていくことになりそうです。やはり努力あっての成果、得られる成果というものは努力しないのとでは大きな違いが出てきますし、あなたという、存在自体の基盤、土台を支える上でも重要な、礎が6月8日の火曜日にありそうです。まあ、お仕事運で見ると結構厳しいこと、難関にもチャレンジして、ご自分のキャリアを着実に成果を上げられている、そんな風に感じられますね。取り組む姿勢がちゃんとできてるというか、もう少し自分の意見というものを他人に理解してもらうように、お伝えすることが、寛容になってくるかもしれません。本のカードは逆さまになっていますので、なかなか自分の考えというものを他人に理解してもらうには、論理的な部分だけではなくって熱意が必要だったり、それを元にするご自分の基礎知識だったり土台の部分が非常に問われてくるところに差し掛かっています。6月はあなたのご自身の基礎固めの月となるかもしれません。はい、では6月9日に百合のカードが出ました。やはり言葉が拙なくても、そこで大事重要になってくるのはご自分の純粋な思いということを忘れずに、そこをあなたの分身であるスピリットガイドハイヤーセルフたちは見ていますよと、あなたのそのご自身の純粋な思いというものを測るためにわざわざ宿題を用意したり、努力を要するような状況にご自身が身を置かれているんですよというふうにカードが出ていますね。今頑張らなくていつ頑張るんですか、そんなふうにカードに言われていると、もう頑張らざるを得ないというか、言わされていてとても切ない部分もありますが、まあ力を入れるときは頑張って入れましょう。6月10日はライダーのカードが出ました。まあなかなか理想と現実というものは常に一緒に整合性を伴うものではありませんから、そこはあなたの努力であったり情熱であったりが、必要、まあその努力や情熱で、ご自身の経験不足を補ったり他人に対する理解度を深めてもらうためにも、ご自身の熱意というものを周りの人にお知らせする必要があるんですが、それはなかなか困難なことですよね。そんな風にカードが出ています。本当はいいお知らせを表すカードなんですけど、ちょっとひっくり返っちゃってるので、なかなかあなたの思いというものは周りの人に真意というものは伝わりづらい日になるかもしれません。6月10日の
金曜日でもくじけずに頑張ってくださいね。あなたの努力や熱情というものはあなたを決して裏切るものではありません。はい。で、6月11日土曜日に鎌のカードが出ましたので、なかなかやっぱり自分の自己表現の拙さを痛感する、第2週になるかもしれませんが、それは一見とても辛いことが土曜日11日に起こったとしても、必要があって起こっていることですので、後にそれはゆくゆくは、それはね、辛いことじゃないかもしれない、いい結果をもたらす、輝かしい日になるかもしれない。6月の土曜日、結構いいカード、太陽のカードと鎌のカード、この並びで見ると本当にあなたの研ぎ澄まされた才能というものがキラリと光る片鱗を見せる日になるかもしれないですね。自信をつけるのにとてもいい日になると思います。あなたに足りないのはひょっとしたら自己肯定感かもしれない。周りの人があなたのことをいくら否定しても、ご自身の土台がしっかりしていれば、それはあなたは周りの人の批判にさらされたとしてもご自身しっかりと立っていられるでしょうし、5月に出てたテーマは人との信頼関係だったんですが、6月に関してはご自分との信頼関係の方にテーマが移っているようです。自己肯定感ってやつですね。はい。あなたの才能はキラリと光り出す、そんな風に6月の4日11日の土曜日は出てますので、ぜひとも趣味にお時間費やしていただきたいですね。はい。で、12日の日曜日に信頼を表す犬のワンちゃんのカード出ましたので、あなたの自己肯定感というものや才能のきらめきというものは決してあなたを裏切らないというふうにやはり出ましたね。カードがもうお話ししている通りです。はい。もう何でもね、口に出せば現実化する時代に入ってきてますので、時代に入ってきてもう早10年経ちますので、そろそろ皆さんそのことに、自覚されてもいい頃ではないでしょうか。振り返ってみれば、そういえばそうだなと思われ、腑に落ちるようなことがたくさんあるはずです。はい。ではこの流れで13日の第3週月曜日から見ていきます。はい。鍵のカード出ました。はい。今月キーになるのはひょっとしたら13日から始まる第3週の予感。はい。まあ、見ていきましょう。はい。キツネのカード出ましたね。やはりあなた自身が周りの人のアドバイスを聞き入れられなかったりすることにはちょっと注意を払ってみてくださいということです。自己肯定感を高めるのも重要ですが、周りの人の意見に耳を傾ける余裕というものは常に心に持ちたいものですね。ちょっとしたいざこざもあるかもしれません。はい。14日15日の水曜日はコウノトリのカードが
出ましたので、やはり人間関係で少しんと疑問に思うようなことがあって、ちょっとあなた自身窮屈な思いをするかもしれないですね。あなたもなかなか自分の真意を打ち明けるきっかけを見失っておられる時期なのかもしれないです。まあね、言っていいことと悪いこといろいろありますから、そこはちょっと経験と知識で空気を読んで切り抜けるしかないですよね。で、6月16日の木曜日にお魚カードが出ました。うん、あなたのその純粋な気持ちというのは、あなた自身にとってはとても重要なものであるんですが、他の周りの人にとっては、やはり周りの人のご事情というものが最優先事項でありますので、いつもいつもその周りの人を思っての行為だったり熱意だったり思いであったとしても、それがなかなか理解されなかったり伝わりにくかったりするのは、その理解されにくさだったり伝わりにくさを今体験しに来てるものだと思って、努力するように、努力または、まあ、ある程度のところは仕方ないと、ちょっとこだわりを捨てる必要も出てくる場面があるかもしれません。うん、純粋な思いであればあるほど、あなたの言葉には力が入ってしまうと思うんですけど、それがなかなかお相手に伝わりづらいことがあるようにカードが出てますね。まあそこは歩み寄りですね。最近ブレインストーミングとか言われているように、会議形式もその議論の戦いではなくて、お互いの意見を尊重し合って、のびのびと意見を、それぞれが述べられるような雰囲気作りを作ることは大事ですよね。以前と違って、議論というものは戦わせるものではなくって、まあ、うん、狩猟ではなくて農耕の方に入っていく、協力し合ってお互いの意見を尊重し合ってまとめていく必要があるように感じられます。もしかしたらそれができるのはあなたなのかもしれないです。はい、周りの人がそれに気づいていないので、それをまあ議論を戦わさせられたり、何かあなたが批判されるような場面に出くわした時には、あなたの意見というものをしっかりと相手に伝える必要があるかもしれません。はい、ああここで出ましたね、お相手様カード出ました。今月は5月すごく、実はすごく近い距離におられたので、6月はまあ第2週目終わったあたりから少しお相手様カードを気にし始めながら喋ってたんですけど、どうも内容が色恋話ではない方向だったので、言及はしてないんですが、すごく面白い並びでお相手様カード出ましたね。金曜日の欄にあなたとお相手様の
カードが出ました。お互いにお互いからの連絡を待っている、そんな状況に見えますが、あなたは、過去のお相手様に対するご自分の伝えきれなかった思いの方に意識を取られていて、なかなか現実のお相手様のお姿を見ることができなくなっているのかもしれないですね。まあ、お相手様に関しては、なんだろうな、まあ、なかなか思うようにいかない、現実面というものに、やはり気を取られていて、あなたに対する思いというものは、ああなるほどね、あなたの方ではご自分のお心の底の方に秘めておられるお相手様に対するお気持ちに対して、お相手様の方ではもうまず、眠る時にはあなたのことを思い出し、朝目覚めるとまずあなたのことを思い出す、そんなあなたを、あなたからの連絡を待ち続けて日が暮れる日を過ごされているようにカードが出ていますね。まあどちらが動けばいいのか、ちょっとカードの方見ていきましょう。蛇ですか。なかなかお相手様からは、何か邪魔が入ってあなたの方に行けないご事情がありそうですね。家族、目上の方だったり、家族の方、家族の中でも、まあ、目上の女性の方なので、まあ、お母様的な立場にある方が、ある方のことを相手様は気にされて、なかなかあなたの方に連絡をご自分からされるということはなさそうです。お互いにお互いの連絡を心待ちにしている、そんな状況が出ていますが、現実問題連絡を取り合うということはお相手様の方にはより困難なカードが出ておりますね。あなたの方でも現実のお相手様の方には意識がフォーカスされていない、そんな風にカードが出ていますが、基本的にお二人のお心というのは一つなんですけどね。あ、面白い。お知り合いカード出ましたね。この位置だとお相手様のお知り合いのカードになりますね。もしかしたらご家族の方のことかもしれません。何かご家族関係でお相手様気にされていることがあって、やはりあなたの方になかなか行けないご事情というものがありそうです。はい、では早いもので6月も第4週の方見ていきます。第4週というと20日からですね。20日の月曜日から見ていきましょう。
はい。ああ、面白い。最近人物カードがね、なかなか興味深い並びに出ますよね。5月に出たあなたのお知り合いの方々は 6月も順調そうですね。で、でもちょっと背中向けてるのもあるのと、ちょっと距離が遠いのもあって、なかなか5月に親しくなられた時のようには、6月は、お互いお忙しいのかな。お互いに好意はあるんですけど、なかなか距離を詰めるところまで行動力が伴っていないカードが出ていますね、5月に比べると。お互いに連絡を待ってたり、もしくはご自分から連絡を取られていたりするのかもしれません。なかなか現実的には会えない現実を、連絡を取り合うことで絆を深めていられるのかもしれない、知れないですね。はい。で、6月21日に一番のカード出ました。この日は人混みは避ける方が良さそうですね。上に狐のカードも出ているので、人混みには普段以上の対策を打っておられる方がいいので、なるべく人の多い場所は避けるように行動されるといいかもしれません。6月21日は身の回りのことに要注意です。はい。で、22日は打って変わって庭園のカードが出てますので、昨日避けた人混みというものは気にせずに屋外に出るようにしてください。屋外だとそんなに人混みの心配も気にすることはないようなので、21日に何かたくさんの人との交流は避けて、次の日に回すとなおいいですね。全てが、きっちり、21日のことは22日に回すときちと出ています。吉方へ向かうっていうんですかね、こういう時。吉に転ずるっていうんですかね。はい。で、23日、6月23日にハートのカード出ました。あなたの純粋な思いというのは、やはり周りの人、ご自分のこと、ご自分の利益のことを考えておられるわけではなくって、周りの人に対する愛情が根幹にある熱意だということがはっきり出ましたね。ただそれはなかなか、特に利己的、自己中心的な考えを持たれている方には、なかなか理解しがたい博愛というものを理解できる方というのは、なかなかこの三次元では厳しいものがありますので、個の存続のために
自己中心的になるように、世の中が成り立っているところで、なかなか博愛というものが理解されがたい面があるようですが、まあ、一度博愛に気づかれた方はもうお気づきかと思うんですが、まあ、博愛に目覚められた方はそういった利己的な愛情をとても可愛らしいものだと思って愛情を向ける対象にもなりますし、利己的な愛に対してはやはり愛で対処するしかないんですよね。するしかないというか、博愛の心に気づかれた方は利己的な愛すら博愛に感じ取れますし、それが成長段階であって、まあ可愛らしい愛、利己的な心というのはやはりご自身の子を守る上でとても基本的で重要な愛でありますので、そこを否定しての博愛ではないということは、博愛に気づかれている方はもうすでに通ってきた道でありますので、今更何のアドバイスも必要ないんですが、あなたには博愛が備わっていますよというふうにカードが出ていますので、ちょっとしたいざこざやご自身が理解されないことなど、博愛に気づかれた方にとっては、まあ、お茶の子さいさいの出来事ですよねというふうにカードが出ています。はい、そんな博愛精神のあなたを、お相手様は本当にやはりこの人しかいないというふうにお考えですし、あなたの方でもご自分にはお相手様しかいないというふうにしっかりと愛情を示すカードが出ました。6月23、24、素晴らしい愛にあふれる日ですね。23、24、愛に関するラッキーデーです。ひょっとしたらね、ここで博愛精神に目覚められる方もおられるし、博愛だけが愛でもないですから、6月23、24は愛に関するラッキーデーです。はい。で、25、土曜日は鳥のカードが出ました。なんだろう、これ。この並びはあれですね。何かが、不穏な並びなんですよね。6月25、18、25。これね、これ誰の思いだろう。なんかね、周り、あなたの周りの異性の方々はよからぬお考えをお持ち？なのかもしれないですね。なんだろう、悪意、悪意のある噂話って出てるんですね。悪意のある噂話に翻弄される形でカードが出ています。悪い噂がお相手様とお相手様のご友人関係で仲違い、もしくは行き違いが起こってくるかもしれないですね。あなたの方でもお仕事面で周りになかなか理解されがたいカード出てるんですが、まあ結果オーライなんですけどね、あなたはそんなこと気にする理念におられないので、ただお相手様に関しても同じように誤解から生じる何
何か良くない噂が立ったりするんですけど、まあ、あの太陽のカードも出てますし、まあ、あの釜のカードも出ていることから、まあ、それが根も葉もない噂であることは最初から分かっていることというふうには出てるんですけれども、何か良くない噂というものが6月の18、25日あたりの第3週から第4週にまたがって起きてきそうです。はい、それはね、お相手様のご友人関係のに関わるロマンスに関する良くない噂と出てますね。何でしょうね、お相手様のご友人関係のロマンスに関わる良くない噂が出そうですね。はい、ちょっとあなたの周りのこのお二人のカップルに何か誤解のようなものが生じる時期なのかもしれないですね。直接会って話せば解決するようなことでも、なかなかお忙しくって、メールだけ、メールラインだけのやり取りで生じた行き違いのようなもので、お二人の関係はにちょっと横からの横やりが入りそうな並びでカードが出ています。はい、では6月の第4週27日以降の運勢の方を見ていきます。はい、26日日曜日に出たロマンスのカードの続きが気になりますね。はい、船のカード出ました。あまり遠出しないでお家にいるのがいいかもしれないですけど、月曜日なので、まあそうなるでしょうね。はい、まあデートするなら土曜日より日曜日、6月はそういう風にカードが出ています。ちょっと土曜日に予定が入りそうだったら日曜日にずらす方が喧嘩が減るかもしれません。はい、喧嘩やいざこざが減る、たった1日ずらすだけで、まあお天気気温も変わってきますし、そのお互いのコンディションというのも変わってくるので、そういう風にカードが教えてくれています。で、6月28日に指輪のカードが出ました。面白いね。あなたご自身、やはり6月はご自分自身とのつながり、ハイヤーセルフだったりガイドだったり、まあ違う次元にいる、存在する自分自身のことなんですけど、そのご自身とのつながりというものを大事にしてほしい6月というふうにカードが出ています。何か6月28日にご自分を疑うようなことがあるかもしれないけど、そこはしっかり自分自身とつながっていれば回避できることですので、周りとの関係も生活していく上では大事なことですが、何よりもご自分自身とのつながりというものに再認識されるようなことが28日あたりに起こりそうです。29日はなんか台風とか来るかもしれないですね。6月29日は台風注意です。その台風だったりご自分の心配事というのは
結構試練という形であなたに訪れてくるので、あなたのご自身に対する信頼を試されるようなことが結構厳しめに6月は起きてくるのかもしれない。そこは結構そのことに対しては決意を固めて、ご自分の心が折れないようにしっかりと対処される方がいいですね。あなたの思いというものは一見くじかれたような惨めな気分になることがあるかもしれないけど、それはあなたの博愛精神をの成熟度合いを試すために、起こっているものですというふうにカードが出ましたね。6月も30日までカードがすべて出揃いました。なかなかね、1日からご自分自身を表現することに難しさを抱えられているあなたなんですが、それは今月の最後までそれが課題となってあなたに試練として試されるようなことが起こる月となりそうです。まあ愛情面に関してはしっかりとお二人はお互いのことを唯一無二の存在だと感じてはいるんですが、なかなか現実的には何かしらの障害があったり邪魔が入ったりして、あなた方の思うようにはいかないのかもしれないです。6月はそんな風にカードが出ました。ラッキーデーは4日、3日4日、まあ、お仕事ラッキーデー2日3日4日、2、3、4大手好調です。で、6月7日も好調、7、8、6月第2週は7、8好調ですし、日曜日ずっといいです。で、デートするなら日曜日、土曜日の予定は日曜日に振り返るようにしてください。金曜日は花束が表すように、6月の金曜日は花金と出ています。木曜日も花木ですね。30日以外は花木花金出揃っています。要注意日は6月第2週だったら11日、11、18、25、やっぱり土曜日が要注意日ですね。あと6月30日、29、30は、天候が荒れる、もしくは要注意日ですね。どちらかなんですが、周りにすごくポジティブカードなので、それはすごくいい形の何かお試しのようなものが入るかもしれません。はい、お天気が荒れるのは6月29日です。台風来るかもしれないですね。もう夏至ですね。6月といえばこの庭園の日に夏至を迎えます。早いもので2022年、もう2022年ということ自体に驚いてしまいますが、ちょっと前まで2020年なんだかね、まあコロナもあって2020年というのはものすごく印象深い年になってしまったせいかもしれないんですけど、その2020年、印象の深かった2020年から
もう早2年経ってしまったんだなっていう驚きとともに、2020年も6月22日の夏至をもう今月超えてしまう、その回転のスピードの速さに本当に驚いてしまいます。この2年間というのはやはりいろんな方、人々の心の中にすごく変化をもたらした2年間だったんじゃないかなと思いますね。それをいい意味にとるか悪い意味に捉えるかで、人々の二極化が始まっていると言われていますが、まあ前向きに捉えるか後ろ向きに捉えるかで、思考の現実化というものがどんどん乖離していきますので、そこはもう本当に前向きに物事何でも取り組むことや努力、また周りの人に対する気遣いなど、基本的なことは何も変わってないですからね。基本をしっかりと押さえて、それに降りかかってくるお試しに対処していきたい所存でございます。はい、というわけで6月、なかなかレベルの高い高尚な月となりそうですね。まあ夏至ですからね、1年2022年の、上半期を締めくくるにふさわしい末日の十字架のカードのような気がします。しっかり気を引き締めていきましょう。6月の運勢以上となります。